こんにちは。トップのマッチアップ対策を行っていきます。今回はイレリア対ヨリック。まず OPGG のデータではイレリアン勝率が 54.7%、 レーンキルレートも、イレリアンの方が高くて 57.3% になっています。画面上全部緑すごいね。こんなに有利なのなかなか見ないですね。そうだね、本当にガン有利っていう感じのマッチアップですね。はい、次にステータスを比較していきます。レベル3と、レベル11時点でのステータスはこうなっています。特徴は、まあ、HP がヨリック高めですね。イレリアと比較して AR、MR もヨリックの方が高い。でイレリアの特徴としてはエースの伸びがいいですね。そういうアイテムを積んでいきますね。 AA の数で押し切っていこうっていうチャンピオンのコンセプトが見て取れますね。次にスキルの比較をしていきます。まず、QWE のスキルはヨリックの方が CD 短めですね。イレリアの Q は、再使用可能なスキルなので、CD が長めに設定されていることが分かります。ウルトは、レベル1時点ではヨリックの方が CD が長いですが、スキルレベルマックスになった時には、CD 同じってことですね。ヨリックの R の CD 長いイメージあるけど、そんなこうウルトレベルが上がるとそんな変わんないんだね。そうなんだね。まああとはヨリックのウルトってペットを召喚するタイプのウルトだから、クールダウンを数えるタイミングに入るのにちょっと時間かかるもんで、それで遅く感じるか。そうだね、遅く感じるかもしれない。そうだね、1回使うとしばらく出っ放しだもん。で次に、スキルのレンジを比較していきます。 AA レンジはイレリアがちょっとだけ高いです。ヨリックの最大射程スキルがいいですけど、いいだもんね。それよりイレリアのダブルが長い、びっくりなんだけどこれ。本当か？イレリアのダブル射程長いんだな。そんな長いんだって思うんだけど、長いと。もう確かに長いよ。実際戦ってるとそんなとこから。ああ、まあ確かにね。先っぽは長めだよね。ヨリックの、まあ、ダブルが、まあ、ヨリックの生命線っていうか、なんていうの。もうヨリックを守ってくれる唯一のって感じのスキルになりますが、まあそれとイレリアの Q の射程がどっこいどっこいと。イレリアの R 長いですね。1000あります。なこれからエンゲージかけれます ね。イレリア、あ、ヨリックの E よりイレリアの R の方が長いんで、 R からスロー入れて Q でスタン入れてタコ殴り、 E でスタンね。あ、いいや、いいだ、 E でスタン、まあ、Q で飛びついてっていうのができますね。次にダメージを比較していきます。レベルが3、スキルのレベルが1の時のダメージを比較してみると、まあ、一発一発がヨリックの方が重いってことが分かりますね。そうですね。イレリアのフルスタック AA よりヨリックの Q のダメージの方が高かったです。で次にレベル11かつ1コアができた時のダメージの比較です。ここまで来るとイレリアの AA がクッソ強いですね。ヨリックの AA と比べると2倍、2倍以上かありますね。すごいなこの AA の威力は。でフルスタックで見るとヨリックの A の3倍ぐらいダメージがある、まあ、ヨリックの Q 一発とイレリアの A 一発があんま変わらんっていう感じですね。それはすごいな。それすごいよね。すごいよね。すごいね、うん。イレリアの R のダメージが思ったより少ない、こうやって比べると。そうだね、 AA に比べても少なめなんだ ね、 そうね。やっぱりあのダメージスキルっていうよりはエンゲージ用のスキルとして運用していくっていうコンセプトだっていうのが分かりますね。 CC の比較をしていくとイレリアは E のスタンが 0.75 秒、まあ短めで、 R は 90% のスローが 1.5 秒、結構強めのスローですねが入ります。そうですね。一方ヨリックは、まあ、ダブルの壁が4秒間と E のスローが30% ですけど2秒と長めですね、うん。でイレリアに張り付かれるとヨリックは死んでしまうので、この E とダブルをうまく使って逃げる必要があるのかなって思います。次に有利な点不利な点、私たちで考えてみたので、比較していきます。まずイレリアのパッシブフルスタック時の増加エースが 30% から 80% と絶大ですね。さっきのダメージ比較見てもらえば分かるように AA の一発の威力が高いと、それが高回転で入ってくるので強いですね。イレリアの AA のダメージが200で、
ヨリックの最大 HP が2000なので、10回 AA したらヨリックを倒せる、計算になります。低レベルの時は、まあ、AA16 回計算なので、まあ、レベルが上がれば上がるだけ辛くなってくっていうことがわかる。あとは、イレリアの Q が、ラストヒットを取ると再使用可能ですが、ヨリックの Q を一撃で処理できる。かつスタックが溜まるっていうのと、ヨリックのダブルを抜けることができるので、そこが有利ですね。でもミスるとダブルで囲われてタコ殴りにされるので、まあ、そこだけ注意。打つ対象をミスらないように気をつけないといけないです ね。ヨリックはダブルと E をうまく使って、まあ、敵に近づかれないようにしながら戦っていく必要があると思います。で、Q の2回目をどうしようかなっていう感じですね。イレリアとしてはね。そこが読み合い発生ポイントですよね。ですね。やっぱり。ヨリックのダブルを、なんだ、ヨリックがダブルを使うまで我慢するのか、それとも、早めに打って倒しきるのか。倒しきるのか。そこは読み合いポイントになってきますね。まあ、ショートトレードも、ロングトレードも、イレリア優位だと思います。スタックを、グールを使ってすぐに貯めていけるので、そこが有利ですね。ヨリックとしてはロングトレードに持ち込まれると辛いので、早めにリラスしたいところです。今回のスキルオーダーは、イレリアは RQWE、 ヨリックは RQEW にしました。まあ、最も一般的な上げ方ですね。そうですね。で、ルーンは互いに征服者を選んでいます。イレリアはまあエースが早いのでスタックを貯めやすい、かつオールインを狙っていくので、まあ、征服者を選んでいて、まあ、ヨリックは、まあ、ロングトレード、相手がロングトレードをしてくるっていうのが分かってるので、まあ、征服者で、まあ、殴り返せるようにってことですね。まあ、とりあえず一番メジャーなルーンっぽいから雑に積んできた感はあるけど、ある。あんまり詳しくない。じゃあ試合いきましょう。では試合始めていきます。勝敗は CS 差が30つくか2キル差がつくかにします。11レベルまで何事もなければ引き分けです。いろいろやってみた結果、ヨリックのウルトが強すぎてですね、101ではそんな簡単に倒せませんね。そうですかね。装備がある程度整ってくると、ヨリックが DPS でイレリアに溶かされるようになるんですけど、ちょっと装備がいまいちな状態で101をすると意外とヨリックがいけますね。厳しいですね。だからウルトが、相手がウルトをしたらジャングルを呼ぶっていうことをしないと辛いですね。まあ、ガンク合わせはイレリアの方が強そうだもんな。 Q AAQ、 強化 Q、 強化 AA 食らっちゃうとトレードがね、成り立たないんですよね。全然一発のダメージ量に差があるもんね。同じ回数殴るだけだったらヨリックの Q の方が強いですね。イレリアの Q より。やべ、外した。こういうタイミングであれば、うわ、危ない。マジか。ほら、ミニオンたくさんいるぞ、こっちには。あー、無理だな、これ。あー、レベル3になっちゃった。ミニオンのど真ん中でも殴り勝てる性能はさすがにないな。ないね。序盤のミニオン強すぎる。序盤のミニオンの真ん中で戦って勝てるチャンピオンは相当序盤寄りのチャンピオンじゃないとしんないような。お、あ、外したら見えた。あ、一瞬で消えた。もういいか、出しちゃおう。レベル6までは全然殴り勝てるんだよな。それは分かった。あ、そうね、ウルトが手に入ってからやる。タックさえ試してしまえば AS の暴力で。
グール出してプッシュしてくれるんだったら TP しなくていいっすね。まあ押し付けられとってどのみちこっちのプッシュウェーブだったんで押すしかないっすね、ヨリック側も。まあテレポートあるから押し付けられれば何も問題はない。ちょっとミニオン多すぎ。ミニオンの差があるうちはなんとか。あ、あーそれまずい。お、いいのか、境界 A でワンパンやぞ。お、あ、やべえ、やべえ。さすがに無理か。さすがにあれはワンパンやぞって境界 A で。いや普通にミニオンに殺された。あ、多すぎたね、なミニオンの数に。ミニオンに殺されました。これ無理やな。やっぱウルト入ると強いな。強いね。分かっていただきましたでしょうか。勝てません、乙女に。乙女が出たらジャングラーを呼びましょう。装備が整うまではのんびりしとった方が良さそうだね、イレリアも。まあヨリックの E 当たってもダブル当たっても無問題なんで。確かにな、グールではダメージ受けないからね、イレリアほとんど。おー抜けてきやがった。やっぱり乙女がいないとこんなもんになっちゃうんだよ。乙女がいないと全然トレードは成り立つね。パワーなかったら勝ってたもんな普通に。うん、ファームはできるんでね、ヨリック相手全然。うん、でもヨリックが苦手なチャンプってグールにボコボコにされてバックせざるを得ない状況になるけど、エリアはそれがないから。しかもキャリーチャンプだもんで別に序盤無理していく必要もないし。あ、すげえ飛ばなかった。どこ行った。すごい飛び方したね。あー痛い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 、危ねえ。わあ、ダメか。危ねえ。やっぱウルトがないとね勝てるんですねみたいだよね。やっぱウルトのあれが重要なんだな。ヨリックウルトなかったら本体いないみたいなもんだからな。ヨリックの本体乙女説あるな。いや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 、まあ、プレートを取られなかっただけマシか。プレート1枚取ってくればよかった、マジで。すんげえ中途半端、金が。乙女を処理してから戦うと。それさえちゃんとすれば全然勝てますね。何も問題ない。ただ、これでウルト差ができた。ということはつまり。ことは次はヨリクがイレリアをやる番ですね。無理しないことですね。オブネ。あおーい、おーこっちへ来い、戻ってこい、生きろ。あ、死んだ。あ、これはあ、急してからだった。どう考えても意外と早く抜けてくるんだ。AA 速度が速いな、やっぱり速いね。でもこうなるとウルトがないもんでもうしんどい。パワーダイブするか。ミニオンさん行って。おお、舐めたことしてんじゃねえぞこいつ。あ
全然いけたけど、フラッシュが。フラッシュがなければって感じだな、こっち。全然いけたけど。サモナスベルの。無謀なチャレンジで1キルを手に入れた。いや、全然勝てたけどね。9使っちゃダメだった。フラッシュあったか。ちょっと、勢い余ってフラッシュ、9全部使っちゃったんだよな。余ってりゃな、全然抜けれたんだけど。普通にタワー下でも下手すりゃ焼き殺されとったもんな、あれ。全然殺せる。あ、避けられた。お、舐めてるぞ。無理かこれ。うら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 。あー無理だった。乙女は強いだな。何回やっても勝てねえ乙女。乙女だけは無理だな。何回やっても乙女に勝てねえ。乙女がいるときは、乙女がいるとき用の立ち回りをせんとかんとか。皆さん気をつけて、カウンターだとか言ってイレリエ出すとボコされます。ウルトがないときはボコせるけど、ウルトがあるときだけは気をつけんといかんだね。どのチャンピオン相手も同じだよな、ヨリック。ウルト見るときに戦ったら勝てない。まあね、はい。GG、今回の勝者はヨリックでした。やっぱ乙女がクソ強いな。乙女が強いね、とにかくね。うん、やっぱヨリックの本体がいるときはヨリックの乙女を攻撃しちゃダメなんだね。ダメだね。寄ってたかって乙女を一回潰して、そしたらイレリア有利なのは間違いないんで、そうやって戦ってください。はい、これからもマッチアップ動画作っていくので、ぜひフォローしてください。 1v1 練習用のディスコードサーバーを立ち上げたので、ぜひ参加してください。概要欄にリンク貼ってあります。以上です。では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 。